こんにちは、すずらん小道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は電子書籍を私が書いてみて、いよいよ公開となりましたので、そのお知らせをしていきたいと思います。このチャンネルではカリマの練習動画や楽譜、カリマ本体のレビューなど、カリマに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回は私が電子書籍を書いてみたので、はい、Amazon でね、公開がされていると思いますので、そのご紹介をしていきたいと思います。表紙はこちらになります。はい、途中まで自分で頑張ってみたんですけども、まあなかなかうまくできなかったので、結局デザインはいつもの妹に丸投げをしまして、はい、綺麗に作っていただきました。可愛くできたでしょ。可愛い、ありがとうございます。可愛い可愛い、そこに尽きるこの表紙ができただけでね、もう嬉しいです。ありがとうございます。はい、このような書籍を作ってみました。題名がカリンバ最高の入門書という、まあシンプルな感じでいきましたが、どうでしょうね。はい、カリンバ YouTuber すずらん小道が初めにここが知りたかったをまとめたカリンバの初心者ガイドプラス楽譜集としています。まあ、中身はというと、まあそれなりに頑張って書きましたよ。いっぱいいっぱい書いていると思う。ちょっと目次をここに貼っておきましょうか。で、こちら電子書籍なので、このここに貼ってるものは PDF で書き出したものなんですけども、実際は目次をピッて押していただくと、そのページに飛んでっていう感じで読んでいただくことができて、リフロー型といういろんな、あのスマホとかタブレットとかパソコンとかそのサイズに合わせて、こう何なんていうのあのページの行数とか、あと文字の大きさとかも変えれるような、はい、そんな設定になっています。いっぱい書いてあるでしょ。カリンバの基礎知識とか選び方、それから保管とお手入れ、あとはクロマチックカリンバの一覧もざっと作ってみたりとか、練習方法はまあ私がやってることですね。そんなこととか、あとはカリンバの質問に私が答えてみたということで、私の個人的な回答なので全ての方に当てはまるかどうかっていうのは分かりませんけども、とりあえず考えてみました。それから最後の方に楽譜集なんですけども、こちらはね、著作権が切れているものしか Amazon では販売できませんので、はい、今まで投稿してきた無料楽譜集の楽譜をもうザザーとここに載せております。カナ音階、数字音階、CDE 表記、はい、全部貼り付けました。なのでページ数がねすごいことになってます。まあまあまあ、ページ数はいいですかね。リフロ型なのでどれぐらいのページ数になるのか正直わかりませんけども、はい、見たいページに飛んでいただくといいかな。今ね A4 で289ページ。でもこれはね、ニフロー型に合わせて回ページがちょっと多めになっていますので、実際ここまで多くはないです。で、今まで楽譜を印刷されたことがある方にはそこまで必要じゃないかもしれませんが、一応全部掲載しました。そしてね、最後の方に終わりにということで、皆様へ向けたメッセージなどもありますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。で、こちらなんですけども、Amazon の Kindle Unlimited に登録をしましたので、価格は一応ついてるんですが、Kindle Unlimited に登録していただくと無料で見ることができます。この Kindle Unlimited なんですけども、7月17日までだったかな。今ね、キャンペーンやってるんですよ。はい、そのキャンペーンに合わせてどうにかできないかなと思ってすごく頑張っておりました。で、このキャンペーンなんですけども、Amazon プライム会員の方で、まだ Kindle Unlimited に登録したことがない方向けに、3ヶ月間無料キャンペーンというものがあります。詳しくは概要欄のリンクを踏んでいただいて見てもらうと分かるかなと思うんですけども、1ヶ月980円の月額料金が3ヶ月間無料になります。で、こちら自動更新なので、まあ、3ヶ月後は使わないなという場合は自動更新しない設定に変更していただくと良いかと思います。こちらなんですけども、一度でも Kindle Unlimited を使ったことがある方は3ヶ月無料キャンペーンというものは対応できない
と思います。一度ねそのリンクを開いてみてご自身がどういった状況になっているのかを確認してみてください。私はねもう登録しているのでそのページが確認できないんですけども、一度見ていただけるといいかなと思います。で購入していただける方はそこの金額になっているかと思います。ただねこれねまだ電子書籍なんですよね。楽譜で電子書籍って正直厳しいなと思って、私のまあ YouTube で頑張ってきた、なんだろうな、成果というか、はい、いろいろ YouTube をまとめた本になりますので、一度ペーパーバック版というか紙版にしてみたいなっていうような希望はあります。はい、私が持っておきたい記念としてはい、なのでもしかしたらペーパーバック版を作るかもしれないので、紙で欲しいなっていう方は無理して購入されずに、まずは Kindle Unlimited で見てみてください。 Kindle Unlimited に登録してみてみると、まさかさんの最初の頃のカリンマのガイドブックみたいなものがまたね、そちらも無料で見れるんですよ。まさかさんの方見れるんですよ。いいですよね。まさかさんの方先に見てください私の方じゃないのかって感じなんですけども、お師匠様の方を先に見ていただいた方がいいかなと思いますので、はい、ぜひまさかさんの方も見ていただいて、私の方もついでに見ていただいて、でよろしければ私の方見ていただいた感想なども、はい、お寄せいただけたら嬉しいです。こんなことをもうちょっとね追記してほしかったとかもあれば更新ができるので、はい、よろしければコメントをいただけたらと思います。で、可能でしたらね、Amazon の方のレビューも何か星とかつけていただけたら励みになります。まあ、第2弾というのはもうここまでまとめたらないかなと思うんですけども、もしかして無料楽譜が今後も続けていくようでしたら、無料楽譜だけまたまとめたものを出していくかもしれませんし、ここはまだ未定です。とりあえずこの一冊作っただけでどっと疲れがもう大変、なんか慣れない仕事というか、まあ慣れない、まあ趣味ですかねこれは、慣れないことだったので、まあまあ大変で、私は最近は原神を一番の趣味としてるんですけども、もう原神も最低限1日やらなきゃいけないこと最低限のみにして、もうほぼほぼ原神たちに近いような状態にして頑張りました。実はまさかさんからはもうだいぶ前から、今年の初めぐらいから言われてたんですけど、もうそろそろさすがにやっぱりやらないと、何かね記念として残しておかないとと思いまして、はい、頑張りましたので、よろしければ温かい目で見ていただけたら嬉しいです。何分初めてのことなので、いろいろとね中身がもしかしたら、こんな程度なのみたいなこともあるかもしれないんですけども、まあ、そういった場合にはこういった話も載せてほしかったなみたいなことを書いていただけると、はい、更新していきますし、まあある程度まとまったらペーパーバック版にもしていきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、Kindle Unlimited を登録していただくと私の方も無料で見れますし、そして他にもね、漫画とか、あと実用書とか、そういったものもたくさん無料で読むことができます。無料？無料っていう言い方おかしいのかな？その Kindle Unlimited の料金の範囲内で、はい、雑誌とかね、いっぱい読むことができますので、この機会に一度登録してみてはいかがでしょうか？概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひよろしくお願いします。そして私の頑張った本のひたすら頑張ったって言ってるけど、めっちゃ頑張ったアピールしてるけどはい、頑張ったので、よろしければ感想もお寄せいただけたら嬉しいです。ということで今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。それではすずあんこみちでした。めっちゃ頑張ったとかすごい言ってるけど、本当ね、すっごい頑張ったの。もうね、もういいよ、もうこんなにやらなくても、私が書かなくても、もういっぱいいろんな方があるじゃないか、みたいな感じになってたんですけど、まあ、私の目線で見ると、こんな感じかなっていうこともね、書きました。はあ、でもね、どうなんだろうな。カリンマの入門書ってあるじゃないですか。ほら、ミントさんの始めようカリンマとかね。あとは、誠さんの本もありますよね。だから私の本正直いらないんじゃないかな、なんてずっとね、言ってたんですけど、まあまあまあ、記念としてね、残しておきました。で、あまりね、YouTube のリンクを貼るとまずいらしいよっていう話を聞きましたので、それほど載せてないんですよね。ここがね、らしいよなので、どこまで、いいのか悪いのかが分からなくて、
まあ本の場合は QR コードで載せていこうかな。そしてあの番外編として手作りのいろんな私の経歴も載せていこうかななんて、はい、思っておりますので、よろしければ見てみてください。ぜひ見てください。よろしくお願いします。では今日はここまでとさせていただきます。それではまたまた。